ビットラの松本です。今 USJ に来てます。爆音で音鳴ってますけども、今日はですね、何するかと言いますと、夕方ユニバ閉園までに何個アトラクション乗れるか、はい、ということで、今夕方の5時半前ですね、26分なんですけど、この夏休み真っ只中で激ゴミのユニバで夕方から来てどんだけ楽しめるか、どんだけアトラクション乗れるかっていうのをちょっとね、やっていきたいなというふうに思っております。暑さもね、ちょっと夕方になってマシになってきて、夕方から行こうかっていう人もね、おると思うんですけど、ちょっとそれをね、やってみたいと思います。ちなみに今日の閉園が夜の10時、結構遅までやってるね。いいことだ。4時間半ある。この4時間半でなんぼアトラクション乗れるか、ちょっとやっていきたいと思います。いきますか。来たよ。まだまだ暑いよ。夕方ぐらいにね、なったらね、ちょっとは夏休みでも人はマシになるんかな、待ち時間とか減るんかな。夕方からでもね、十分楽しめるんちゃうかなというふうにね、思うんですけどね。はい、地球儀今日も回ってます。あ、でも全然今からチケット買って並ぶ人たちもいてますね。僕はね、前回更新してスタンダードの年パスなんでね、10時までやってます。休止中のアトラクションは、こちらになってますね。ちょっと待って、並びすぎじゃない？入園待ち並びすぎじゃない？これね、でもね、結構ね、チケット買ってすぐこっちに並ぶより奥側に行った方がね、いいんですよね、多分。このこっちから来てこっちの左側に行った方がいいんですよ、多分ね。結構テンポ良さそうや。5時の段階で待ち時間がこの感じですね。ヒロアカ40分、ハチャメチャアイス45分、フライングダイナソー45分やありやな。フライングスヌーピー45分。あー、でもジョーズで55分か。コナン君1時間。あ、ハリドリが1時間や。ハリーポッター90分、ミニオン90分か、マリオカート120分、鬼滅の刃えぐいね。ちょっとこれは諦めようかな、今日ギリギリ閉園の時に行けたらいいけどな。これ乗りたいねんな。うわ、ジュラシックパークは休止やもんね。なるほど。ちょっとハリドリいいな。ハリドリありやな。
一発目ハリドリ行こうかな。はい、入りました。結構5分ぐらいで、言い過ぎか、10分ぐらいで入りました。ちょっとショップの中通っていきます。ちょっとね、一発目はハリドリ行こうかな。ハリドリのワンピースのコラボをちょっと乗りに行きたいなと。65分待ちやったんで、いや全然いいと思う。下手したらもうちょっと早く乗れるかも。前回バックドロップを乗った時はめちゃくちゃ巻いてたんで、ちょいいと思う。涼しい。ハリドリ行く時はね、ショップ横切っていくから。僕このアプリのまんまやったら、65分待ちのはずなんで、こんな感じですね。パークはみんなヘロヘロやな。シングルライダー70分で、普通のが65分で、バックドロップが65分。シングルの方が長いっていう、そんなわけないやろ。ただいまの時刻が42分ね。シングルライダーに乗りました。前向きのシングルライダー70分って書いてたけどな。サイサイスイスイ行くねんけど。普通の待ち列の人ら。でもこれでも65分でしょ。ちょっとまあタイム測っていきたいと思います。6時24分乗り場に着きました。意外と早かったな。めちゃくちゃいい感じ。はい、1個目ハリドリ乗れました。70分待ちって出てたんですけど、結局40分ぐらいで乗れましたね。30分巻いて乗れました。だから俺シングルで70分待ちやったんですけど、普通の人らで65分待ちとかやったんで、その人らでももうちょっと早く50分40分ちょっとぐらいで乗れるんじゃないかなとは思いますね。やっぱり基本的にちょっと巻くんかな。いいことっすけどね。次何乗るかやな。どうしよう。今の時間が6時37分。ちょっと飲み物とかも飲みたいねんけどな。なんかアイスコーヒー的な買おうかな。なんか飲み物買いますわ。ちょうどお店あるんで。夕方の USJ もいいね。ほんまにちょっここでちょっと多分飲みも買えるかな。うわ混んでるな混んでるな。行きます。はい、じゃあ、コーヒー買ったんでちょっとジョーズの方に行きたいと思います。っていうかさっきのレストラン混みすぎや。30分ぐらい待ったぞ。めちゃくちゃ時間ロスや。ちょっと最悪やな。めっちゃ人おんのにレジが1個しか稼働してなかった。いやそら混むよね。しゃあないか。なんか今広場みたいなところでスーパーダンスパーティーみたいなのやってて、そっちにお客さん流れてたら減りそうやねんけどな。あ、来ました来ました来ました。あ、短くなってる短くなってる。食後のデザートです。
絶対おすすめなのがこのアミティアイスクリーム。アミティアイスクリーム。ではアミティスクエア観光地の隣のこちらの店で。アミティは旅行としてだけでなく、ツーリストの皆さんがいろいろなマリンスポーツを楽しめる場所としても有名です。まずはヨットなどいかがですか？雰囲気がめっちゃいいよね。ジョーズは。毎回思うわ、このトレーナー可愛いね。私は小さい時からよくヨットに乗ります。自分で舵を取るのもよし、やばいやばい、めっちゃ列進む。南でたくさんのヨットから好きなのを選びなさい。夜は家の鍵に向かうようにして、波を選びながら時間見に忘れてました。12分ですね。何分に乗れるのか。時間が18分でした。最速上手。上手乗れました。まさかの6分待ち。最速上手。おもろかったな。久しぶりに乗ったら、なんかもうお客さんがめちゃくちゃあったかいタイプのお客さんたちで、全部になんかジョーズがバーって出てくるところのなんかシーンとかっていうか、そこのところジョーズがガーンってサメが出てくるところでももうふわーとかふわーみたいな、外国の人とかも多かったから、すごいノリが良くて盛り上がってたな。キャストの人も多分めちゃくちゃやりやすいと思う。これフライングダイナソー行こうかな。最後のジョーズやっつけて真っ黒焦げになって出てくるところとかもイエーみたいな、全員でイエーみたいな、最高やな。ジュラシックパークエリア来ました。ちょっとねもうねマリオはね入れないんで、ジュラシックパークエリアで遊ぶか。2個目ね、今2個目乗り終わって、いや全然おもろいぞ。5時ぐらいから来ても全然楽しいな。これちょっとタバコ吸います。